これからトンネズミ餅についてお話しします。このトンネズミ餅なんですが、まず特徴としては、常緑樹の仲間になります。割と、これは、自然に入る木が多いんですけども、自然に入るというのは例えば小鳥がですね、トンネズミ餅の、実を食べて、それでその鳥が移動して糞をすると、その糞をした中に種が入ってまして、発芽して自然に入るというのが、多い状況ですね。で、それが結構、どこのお宅の庭にでも勝手に入ってくるような、繁殖力が強い木なので、割と歩いて、近所とか、公園とか行っても自然に入っているのを見かけます。剪定のポイントとしては、定期的な、そうですね、1年に1回の、剪定が必要になってきます。で、この木はですね、根付いて、そうですね、1年しますと急激に成長する特徴がありまして、1年に1メーターぐらいは伸びますので、それを放置しておきますと、2年で2メーターぐらい、伸びる可能性があります。で、それを防ぐには、先ほど言った、1年に1回の剪定が必要になってきます。で、料金としては、2メートルで、3000円からとなります。